チャオ、あっちゃんです。今日5月の6日土曜日、子供の日の次の日。はい、あっちゃん今日はゆっくりお休みしております。はい、ということで今ね、視聴者さんが会いに来てくれた。はい、ということでね、またそれは次の動画でお話しします。はい、で、今日の、あっちゃん家のお昼ご飯はカインズで買ってきた新しいフライパン使ってちょっとね、パスタ作ります。はい、はい、ではちょっとね、軽く準備するね。もうしてんねんけど、ベーコンを食べやすく切って、春キャベツ途中まで作ったんやけど、ビデオ撮るの忘れてるか、野菜切るところ撮ってなかったら撮ろうと思って撮ります。キャベツ適当に切ります。ざく切りで、これだけ、これとカットトマト缶でいきます。はい、でパスタを茹でます。では塩、パスタ 30g、3人前茹でます。 30g じゃ、300g か。はい、いつも適当なこと言ってる。カインズで買ってきたニュートングを使います。シリコンニュートング、はい、これで、パスタ入れるの水ベタベタ出るの。これでね、あと茹でときます。よいしょ、チキチキチキ。 でパスタソース作るね。まずフライパンに油使わなくていい。ベーコンを入れます。あ、ニンニクも入れよう。ここにね、キャベツ、で塩、こしょう。カットトマト缶を半分ぐらいで1回勝負。カットトマト缶を入れます。半分ぐらい入れて、でねー、アンチョビきまーす。アンチョビでちょっとアクセントしまーす。
ンチョビ3本ぐらい叩いて入れます。ここにね、パスタのゆで汁かな、頭一回で入れて煮詰めていきます。トマトといえばドライバジル。ドライバジルで香りが立つんよね。こうしちゃったん。あとはね、最後に味を見て。ダメですか、ちょっと感覚がおかしい、ちょっと塩コショウするか。では、パスタを入れていきます。切り込むとも挟みにくいな。パスタを挟むとね。はい、強火にして混ぜていきます。
はい、全然汚れてない、パッて拭いたらもう OK なぐらいのフライパンです。でこれをね、水かけるとコーティングがね弱るらしいから、水をかけずにお湯をかけたらいいんだって。さっとこの汚れ落とすのに、ね、パスタのね茹で汁かけます。これかけたら、この状態でね汚れを拭き取っておきます。これで、あちちちち、これでね汚れを拭き取ったらフライパン完璧に綺麗でしょ。でこれでね、冷めてから、フライパンが冷めてから水で洗ったら多分ね長持ちするはずなんです。でこれあっちゃんいつもね、この表っかいつも洗わへん、これを今回からちょっと徹底して、やっぱ表はこびりつく、このコーティングってね中と外と違うんやな、外はこびりつきます。これは念入りに洗いたいと思います。でちょっと冷めるまで放置して、ちょっとね水をつけて汚れを先に拭き取っておきましょう。これすんのとせえへんので、フライパンの汚れが違うからね、前回は超過酷に使ってやったから、今回は丁寧に使ってあげましょう。どれぐらい持つか、はい、それでパスタ食べたいと思います。ここにね、パスタにパルメザンチーズ、はい、できました。トマトのアンチョビパスタ食べたいと思います。どう味いけてる？まあ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 やって、ではいただきます。うん、美味しい美味しい。もうちょっと味、トマト強ってもよかったかな。うん、よしよし。これねベーコンもやけど、ミンチとかでも、うん、美味しいと思うし、豚肉でもいけるしね、何でもいけるの、ね、イカでもいけるね、うん、アンチョビはねいろんなものに合うから、調味料に使えるから、うん、久々にパスタ美味しいね、すごい久々な気がする。もうそろそろパスタ買いに、からパスタもなさせないね、うん、みんな疲れてるのかしら、静かまちゃんもちょっと疲れてるのかしら、静か、もう痛いで、カットトマト缶と、パスタの茹で汁もいいんだけど、トマトジュース入れて煮詰めても美味しいかもね、
もうちょっとアンチョビ入れてもよかったかも。アンチョビが薄いんです。なんか上でね、なんかしてるみたいで、さっと出来上がってすぐ降りてきて、さっと食べてさっと帰ってしまう。やめるでしょ。明日ね、何言ったか分からんからね、やらんじゃん、これ炊きつましたからね。小学校は宿題ないみたいでダラダラしとるけどね。おいしい。ワインに合うと思う。休みは弱いのでもよかったな。どこも行かへんしね、今日は。美味しいね。ちょっとね、まだ眠気が飛んでないのよ。あと昼からね、映画でも見て、映画見たら寝るかな。どれぐらい疲れてるの。ワイルドスピード見に行きたいな。実はね、あの昼前にね、さっきお風呂入ってきて、すっきりしたでしょ。その壁が倒せる。その場所で。髪の毛もさらっとしてるでしょ。2016年の夏、見事が挑んだ第7号。そこで試されたのは。長い。これ毎週間にパソコンになんかゲームをインストールしております。なんかね、いろいろ設定変えたりいろいろしながらみたいで、パソコンの前から離れられへんらしいね。だからパソコンの前食べながら、まあ、パスタやったらね、ワンプレートで大丈夫やけど、 OK。結構、もうちょっとね、なんかこうパンチのあるも入れてもいいかも、もうちょっと自己主張の強いものを入れると思うとかなり、いい感じの味になるけど、ちょっと今日はねあっさり系でした。アンチョビがね味薄かったかな。もうちょっと入れてもよかったかも。今日3本使ったけど、6本とか使っても大丈夫かもわかんないけど、でも後味アンチョビが美味しいからね。これへしこでやっても美味しかったかもわからないしね。でつまいじ、ちょっと待って、どこかな。おっさんかよ。なんか始まった。アンチョビの骨が。ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯、トマトとアンチョビ、ベーコンの、パスタでした。はい、美味しかったです。では、またね。バイバイ。